はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はひっきょりくんお役立ちガチャの、後半戦ですね。あすみちゃんと野球マン5号がバナーになっているものの後半戦になります。でこちらも50連、バナー PSR 確定のところまで引いていきたいと思います。で一応まあここの50連まで引いたら、まあ、あすみちゃんかみやびちゃん、まあ、どこまで解放できたのかというところをやって終了したいと思います。まあ、そんなわけで単ガチャを例によって引いていきましょう。まあ、一応ワンチャンかけて、あれこの前だっけ単ガチャで SR が出たの。そう、虹が出てキラーンがなくて SR だったっていう、そんな感じだね。そう、あすみちゃんはね割と枚数が前回出たから解放したい。偏るときは偏るからね、出現キャラクター。まあ、偏ってる人もいましたからね、あすみちゃんばっか出たみたいな。じゃあ10連目いきます。基本的にどこも SR は入ってるんで、まあ、どこまで解放できるか。野球マン5号はちなみに PSR 持ってないんで、欲しいは欲しいですけどね、素材がね結構あるんで。であすみちゃんの SR、 あすみちゃん実は SR が全然なくて、SR プラゴを1枚でも持っていきたいという感じはあります。あすみちゃんめっちゃ出てんな。1、2、3、4、5、半分あすみちゃんみたいな。では20連目、ここがバナーか。だからこういうバナーのところでね、 PSR 確定の演出が来てくれるとマジで熱いんだけど、まあ、そういうことは一切なく1枚しか入ってなく、野球マン、野球マンに関しては PSR が出ないとほんとちょっと無駄になっちゃうんだよね。まあ、なんかあとアプリの方ではなんだっけ、 SR をプラゴとかをなんかぶっ込んで PSR にできるよみたいなチャンス大丈夫の改造かなんかよくわかんないけど、なんかそんなイベントもあったような気がするんで、まあ、それが来た時のために溜め込んでおくというのはまあありだとは思います。ちょっとどういうイベントだったか自分アプリはもうやってないんでわかんないですけど。で次が30連目の厳選7キャラ、厳選7キャラが何だったかは忘れた。ポン、まあねこれはね確定なんで、虹が出てキラーンが出れば PSR は確定で、最初の1枚しか入ってない、これはマイちゃん。ただこの子も大して復刻はしてない気がするからあんまり解放はできないんだよね。なんか上限アップついてたっけ、忘れた、見てみよう。ボーナス、40か、40でミート上限アップね、なるほどなるほど。で42でコントロール上限アップ、あそういやそんなキャラだったね。俺そもそも SR しか持ってなくて、で40にすらできてないから、でコントロール上限アップをつけるためには確か PSR じゃないとつかなかったんだよね。そうだそうだそうだ、そんなキャラクターだった。イベントとか全然わからんけど、まあとりあえず新キャラで、まあ、上限アップ野手も投手もついてるんで使っていきますか、1回くらいは。でここはバナー SR 上40連目、あとね、あまねちゃんガチャも引かなきゃいけないんで、ちょっと今回は引かないですけど、意外に大変。2つ。野球マン。偏るな。野球マン。あ、レイリーか。レイリー、解放したいな。やっぱ独身術で使うからね、レイリーは。PSR がここ当たったのは結構でかい。そこそこレイリー45にできるかな。で50連目バナ PSR 反転すれば野球マン、反転しなかったらあすみちゃん。ただあすみちゃんもまだ PSR がねプラ2なんで、ここで PSR が出てプラ5まで持っていけるかって言われたらちょっと微妙。うん、あすみちゃん、あすみちゃん結構経験点は高いからね、彼女キャラ中でも。というわけで、まあ、あすみちゃんがどこまで解放できるかをちょっとやってみますか。
そんなわけで、アスミちゃんをとりあえず集めてきました。R とかはね、もう重ねて、ここに R のクラゴが2つあります。で、現状まずこの PSR に PSR くっつけてプラス3にはなるでしょ。で、プラス3になって、あとはこの SR アスミちゃんをプラゴにして突っ込んでプラゴになるかっていうところですね。要は2解放してプラゴになるか。で、そのためにはPR を2つぶっ込んで最悪大丈夫博士ども使うつもりなんで、状況によってはだ、これにこれをくっつけるのはやっぱりもったいないんで、このプラ4は PR 大丈夫博士像を使って、まずはプラゴにする。まあ、20個あるから一緒、これ強化します。最悪大丈夫博士像って今何個あるの SR？ 7個か、そんなないな。10個くらいあればな、なんか1個使っちゃってもよかったかもしれないけど、1個分プラス5に持っていくまで。で、これでプラゴが出来上がったんで、この PR に、R のプラゴを2つぶっ込んで、どう解放するか。3、まあまあまあ、1個がプラになったんで、いいでしょう。で、そうすると、ここのプラ3を、もういいや、これ2つ突っ込もう。2つだから、もう1個。これでプラゴが2つ。はい、OK。で、プラゴ作ろうとすると絶対大丈夫の R、SR 使わないとダメじゃんっていう。ようやく気づいた。真理に。まずプラ3は確定でしょ？プラ3までいったらプラゴにしないと、特にプラ4でのボーナスが開かないからね。そこちょっと悲しいよね。なんか PSR に関してはさ、45と50の間の47、あ、48、よくわかんねえや、45、46、ちょっとわかんないけど、48か、48とかもなんか出してほしいよね。一応プラ3が出来上がって、プラ3が出来上がって1個だけだな、プラゴを作れるのは。やっぱりだ、これでしょ。で、この2つ突っ込むでしょ。で、いくつ解放するか。4解放してくれればマジで美味しい。そんなことはなかった。4どころか2だったし。で、2でしょ。で、これで3でしょ。突っ込むか、せっかくだから。で、3でしょ。で、3から、2つ使ってもまだ5個あるし、いいや。これでプラ5でしょ。で、これで SR のプラゴが出来上がったんで、ここに、プラゴをぶち込みますと。ロック解除。で、これで2解放してくれればプラゴの出来上がり。1だったらプラ4。まあ、当分待ちだよね、そうすると。よーし、5! いいですね。というわけで、一応、アスミちゃんは PSR プラゴになりましたということで、まあ、イベント経験点が今まで42で使ってたんで 60%、まあ、ここまで開いてるんですけど、それがね 20% 上がるんで、まあ、かなり大きいと思います。まあ、というわけで、多分次アスミちゃん使うのは今日のパワープロの方で、あの飛距離くんの方ね、まだイベント1週間ありますので、またパワー上限アップとミート上限アップキャラを、作っていきたいと思います。まあ、そんなわけで、とりあえずアスミちゃんはね、でも PSR プラゴができましたので、野球マン5号の方は PSR 出ませんでしたけれども、まあまあまあしょうがないでしょうというところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。